この稼げるっていうことはね、だから猫見てくださいね、子は人間の自分自身に人間のおおらかでしょ。それがね、穀物食が人間を犯してるってことね。もちろん自分もっと長かったって言ったんですよ、穀物食始める前までは。もちろん薬草としては穀物重要でしたよ、ね、猫も薬草としては穀物ちょっとは食べるでしょ。食べ過ぎたら猫は病気になる話にします。何個も失敗しすぎたら猫は早死にしますよ。もともと肉食性が強いから。でも薬草ですよね、穀物は非常に重要なんですよ。薬草を主食にしたら素晴らしい。何人でもそう。で、だからええもんやからってね、主食にしたらあかんかった穀物ね。でしょ。まあ日本はまだよ、農協があるからだけど、外国はメジャー。穀物メジャーでしょ。だから穀物に関するうちの警告をめっちゃ嫌がる人が、それは農協系じゃなくて、メジャー、アメリカのメジャー穀物、穀物メジャーで、そういう人物。大国でね。この作品ね。日本は農協あるから、なんとかなるの。米国店だからなんとかなるの。基本的にもともと人事やし、米国店。地主じゃない米国店さん、それはそも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 競争に負けてるし、何よりパン、パン食始まったから、すでに米国店、潰れてるんです。今さら米国店の話ですが、どっち向きにじゃないやろ、むしろ。どっち向きにな、困るやろ。ちゃんと農協ってあるから。で、日本はもともと、穀物以外にも炭水化物しっかり取りましょうって、そう、教育してるやん。肝とか。ママにも、まあ、ママにもそうだけど、今、木の実、果物、炭水化物、バランスよく、昔から日本言われる。アメリカだけやねん。そう、アメリカはそんな変化があるの。世界中に押し付けてるの。アメリカってほんま悪魔やねん、そういうの。ちゃんとそんなんだったかった。金融だけにちゃん。金貸しのために必死で、返さなあかんから。だから企業の規模を金貸し大きくしちゃったから。借金があるから世界中に悪魔コンビしてるアメリカ。でしかも芸能界が強いから怖い、スポーツ界が強いから怖い。それで隠蔽してる、綺麗事垂れ流してる。いや、それ洗脳されてる。言われても分からんの。憧れすぎて、憧れすぎて、そんな世界、そういう風な世界が生まれてきたの。へえ、それは立派な素晴らしい上積みですなって憧れてる。実力さえあれば、だから上積みちゃうなんて言いながら、実力ある人たちの潮流か。まるでその鳥のピーチがパーチって、突然しゃべるぞ。な猿の上層部みたいな。な上を目指してどうするの。まあ、豚もおだてが綺麗に登るときだから。な紅の豚って。なんかそれ飛んでるけど、ほら。じゃあこれどう、くださいませんかの。お前ら。くださいませんかの豚が一生懸命自分を正当化するもので身を飾ってんの。お前らの適当にも痩せた豚が高級車に乗ってる。よく誰やるの教えたってやろ。熊のプーさんのあのアニメちゃうね。あれ関係ないかな、そういう話。